プラハにある検証77の記念碑検証77は、チェコスロバキアの反体制運動及びそれを象徴する文書。発起人は、バーツラフ・ハベル、ヤンパトチカ、ズデネク・ムリナーシ、イジー・ハー・イエク、パベル・コホート。1968年のプラハの春が軍事介入によってついてから、約10年後の1977年1月、 クスターフ・フサークの正常化体制化の人権抑圧に対する抗議、フサーク指導部が批准したヘルシンキ宣言の人権条項の遵守を求める文書が作成された。これは国連の人権宣言やチェコスロバキアの憲法を参照している。文書は243人の署名付きで西ドイツの新聞に公表された。1977年1月25日、 オーストリア政府は、検証77に署名した者の,の亡命を認める、旨を発表。また、同月1月26日、中国の人民日報は、ソ連支配闘争の復活として評価した。国際的な注目度の高まりもあり、同年2月2日にはチェコスロバキア共産党機関紙は、言うべきことは言い尽くしたとして署名者への批判キャンペーンを中断することを示した。その後も、 当局からの圧力に耐えかねて離脱する者も,も現れたが、結果的に1980年代まで2200人ほどの署名を集めた。人間の顔をした社会主義を唱え、国内外に影響を与えた。もしくは人権擁護運動。厳密な意味では反体制派の立場を取ってはいなかった。フランソはトレモリエール、カトリーヌリシ編者。 川山孝一日本五番監修、ラルー・スズ説世界史人物百科、法世界大戦現代書房二2005年442ページ、中国が検証77を指示、朝日新聞1977年1月27日、長官13番、7面検証77、批判中断以降を示唆チェコの党機監視、朝日新聞1977年2月3日、 長官13番7面。ありがとうございます。